はいどうも、水木です。ゆうです。さあ、今日はね、達也がいないということはそういうことですよね。そういうことです。どういうことですか？またいつものドッキリをやっていきたいと思います。はい、今日はドッキリというかさ、達也って普段、まあ、例えばさ、このカメラ回ってないとことかだったら、どんな感じなのってね、あのアホは本当なのかっていうのをちょっと検証というか、今日モニタリングしていきたいと思います。検証？今から？今からです。今日は本当はね、会議っていうね、今日はまあ週1リズムやってるんですけどね、あの会議室やってるんですけど、リアルなね、そう、リアルな達也を今日はモニタリングしていきたいと思うんですけど、ちょっといろいろ禁断な質問とかもできたらいいね。例えば、例えば達也をね、待っていきましょう。はい、来た来た。あ、はい、お疲れ。お疲れ。お疲れ様です。お疲れ。おお、何しよる。でも何しよるって。じゃあ分からん、これ何も触らなくていいよ。どんだけ消すんの。いや、疲れた。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。え、アホって書いてあった。タツヤフだからな。ずっと。あ、とりあえず挨拶しようか。はい、今週も会議始まります。お願いします。急に？今週と2本でしょ？うん。まあ、これが週2だよね。投稿。カードどうだっけ？基本的に。カード？カードだよね。なんか企画候補とかある？今んとこね、ない。ない！クビだな。クビだな。タツヤなんかあるの？持ってきてくださいって言ったやん。タツヤクビです。なんクビだよ。あんの？だって3つがあんの。逆に緊急です。3つが俺あるよ。何？マリ君が髪の毛剃ってみた。タツヤなんかある？俺ね、だからこういうのやりたいなとかない？ねえ。ねえ。何やねえって。じゃあねえはどうでしょう。なんかもう、ね、なんだろう、何がいい？スパーリング系とかはどうなの？タツヤ的に。スパリング系もいいと思うけど、いろんな選手とスパリングとかさ、試合決まりそうなんだよ。あ、そうなの？そう、へぇ。なんか最近どうなの？達也、調子は？調子いいよ。毎日ね、前考えてるよね。何を考えるの？腹減ったとか。フードファイターじゃん。俺フードファイターじゃない。腹減ったわ、やばい。でもじゃあ試合決まりそうってことはあれか、またちょっと YouTube あれだね。そうなんだ、試合決まりそうだから、企画とかいるかは、ちょっと密着、ドキュメント的な感じ。ドキュメントっていうか、うん、俺を見てほしい、見てほしいって感じ。試合までのあれをね、繋がって、何て言うの、日本語むずいな。試合までの密着、うん、してほしい。オッケー。密着ね。密着型で一個提案としては、密着型、試合までの、まあ、試合決まったらとか。ストーカーになって。いや、まあ、あれカメラマンストーカーじゃないからな。一応ちゃんと分かってるから撮りますよって。ストーカーになってほしい、うん、朝からさ。まあストーカー、まあ言い方悪いな。ストーカーは犯罪じゃん。ぶっちゃけ、まあ、2連敗しちゃって、うん、毎日怖いっていうのがあってね、うん、怖い、正直怖い。だから相手が怖いってわけじゃなくて、プレッシャー自分の中でしょ。葛藤が戦ってんでしょ。そうそうそう。あ、今日朝起きてもなんかすごい怖かった。どんな感じだったの？なんか怖かった。人格は子供やもん。子供見てた。布団から出れんかった。それ子供やもん。それ格闘技とか考えない。ただ子供やもん。だけどなんかその怖さが、うん、まあいいんだけど、またなんか気持ちが入るというか、まあ、確かにその怖さがないと多分ね、練習も追い込めなくて。でも最近めっちゃいい練習できてるんだって。そうなの？そう、めっちゃ気合入る。いや、勝ってほしいけどね。いや、もう勝てないとね、もうダメだ。お腹の調子悪いんだって、今日。あの調子悪いんすか？うんこして、うんこして一人。もう来た瞬間行ってなかった。行った。で、あれ、うんこ、じゃあ大きい方にしようか、ちっちゃい方にしようか、迷って、うん、ちっちゃい方にした。迷うことあんの？
トイレで結構迷った。あ、そうなの。あれ、制限上的にさ、もう自然に出るもんね。いや、出るんだけど、コントロールできる系。今日はできた。すごっ。何こいつ。すごっ。すごっ。さあ、今大きいのってことしない。あ、そういうこと。企画はやめよう。分かった。そういうこと。うん、密着系ね。そう、密着系を撮ってほしいし、うん、その試合に向けてみんなが楽しいね、うん、楽しく見えるなっていう映像を作ってほしい、うん、だからみんなで作品を作ろう、試合までっていう雰囲気、イメージ。なるほど、うん、そういうイメージです。まあでも一番は試合で勝たんってさ、説得力ないからね。だからそこはすごい俺はなんか思っちゃってて、うん、って感じ。アラジンのように魔法の充填によって。2連敗した時のさ、気持ちどんな感じなん。いや、なんどういうモチベーション。いや、やばかったよ。やばかった。あ、なんか何やってんだなって思ったけど、うん、なんか一周終わっちゃ終わった時にもう、速攻終わった時は、あ、もう無理、俺もうなんか諦めた、ちょっと俺もダメだ、うん、もう格闘技できねえわみたいなぐらいの気持ちがなった。マジで俺弱ーと思って。おお、そうなんだ。やっぱその分なんか落ちるんだね、結構。めっちゃ落ちた。どこで上がったの逆に。確かに、その下がったあれがさ、やっぱ応援してくれてる人たちじゃない、うん、に試合終わって挨拶行って、まあいろいろ、まあ甘い言葉じゃないけどさ、うん、もらえるじゃん、うん、頑張れよとか、うん、まあ、そんなわけじゃないんだけど、いろいろ回ってから、やっぱなんかこんなとこでね、ずっと、ね、待ってる人たちもいるしさ、だからもう俺がベルトを取るって言ったから、それを早く見したいっていう気持ちが強いからさ、なんかまたやる気になったっていうかね、うん、みんな裏切ることになるよね、まあ、やめたら、うん、だからなんか俺はどんだけ、まあ、負けてもどんだけ苦労しても絶対諦めなきゃ叶うっていうところを今はみんなに見したいっていうのがめっちゃ強い。かっこよくないのかな。それも才能だよね。だってさ、こんなそう、どんだけ負けても最後に勝ってベルト取ればもうそれで証明っていう感じで、うん、ドラマがね、やばくない。ドラマやばいよね。ドラマになってるよね、これは。そうで、自分の中でそういうのを思ってる。かっこいいな、自分のストーリーを自分で作ってる。達也ってほんとなんか岩だよな。あんまり怪我とかしないでしょ。マジで怪我ない。なかなか珍しいよね。マジすげえ。それもね、思った最近、怪我ないのも強いなって。そう、それも才能だよね。うん、怪我してやっぱ諦める人も多いしさ。確かにね。怪我して試合できない人も多い。なんか俺はね、まあ丈夫に産んでくれた親に感謝だよ。俺毎日牛乳飲まされてたから。ああ、牛乳。牛乳、牛乳。なんか俺すごい当たり前だと思って、夜ご飯も牛乳で。ええ、なんかお茶とご飯でしょ、大体バカテって。最近そうだよ。俺絶対牛乳とご飯だとずっと思っとって。ええ、合わないよ。パンと牛乳は合うよね。ご飯と牛乳でしょ。そう、最近はもうないけど、昔はずっとそうだった。今は何だ。ご飯とお茶。お茶か。お茶水。そうか。確かでも炭酸飲めなかったよ昔。あれ、炭酸じゃねえ。あ、昔飲めんかったよ。なんか嫌いだったよ。俺んち来て炭酸のカンカンさ、あいつったらさ、俺炭酸飲めねえんだよ。マジマジ。どんだけ前の話しますか。あんま覚えてない。何年で聞いて喉がチクチクするとか。俺はそうだろうってね。まあまあまあ、炭酸でもそうじゃない。そういう飲み物だからね。そう、喉にじわっとくんのがいいよね。いや、それはもう最近大人になったら分かる。今もう大人になった、慣れた、ちゃんと炭酸。もうそれは慣れるし、何年前の話しよう。逆にその炭酸飲めなかったらどこで飲めるようになったの。やっぱ挑戦だよ。挑戦してみた。そしたらいけるみたいな。どんどん我慢って。あ、うめえ。ビールもそうだよ、何でも。人生挑戦ですか。人生挑戦ですね。早くね、達也がベルト巻くとこをね。なんかいつもさ、こういう会議話すまんよな。すまん、なんだかんだこういうなんか変な語り出すよな。人生について一回もスムーズに行ったことないんじゃない。まあでも、あれじゃない、今回に関してはさ、あれじゃない、達也が試合までの、あ、試合決まったののアイディアは、まあ密着系にしようかっていうところ、うんうん、
まあ、そこは一つ決まったとして。でもなんかこういう話し合いも俺嫌いじゃないんだよね。ないよ。なんかリラックスするというかさ。え、普段話してないの人と。人と話してないの。いや、あんま話さなくない。誰と話してんの。犬。犬そらちゃん。てかあんま話さんじゃない。なんかこういうのいいよね。なんかこういうの好きだわ、リラックス。で、一番いいのは、まあ、だからみんなでご飯食べたりさ、温泉とか行って喋ったりするのって一番リラックスよね。まあ確かに。温泉やばいね。そう、なんか、のんびりするの俺最近好き。でも、年取ったんじゃないなんか結構やっぱ。じゃあやっぱなんか、いや。とか試合でなんか決まると特に思う。ああ、そうだよ、ね。やっぱな、結構こうなるから。やっぱ試合決まると練習めちゃめちゃきつくなるんでしょ。いや、なるし、やっぱな、ね、練習はいつもきついんだけど。その追い込みっていうのは、まあ、追い込みもきついよ。だけど、それよりも、その、やっぱ試合決まると、やっぱなんて言うんだろうな。集中するよね。あと、いろんな神経がなんか、敏感になる。試合っていうか、選手終えたらさ、30、もう30過ぎとかじゃん。何やの考えたりすんの、そういうの。何やろう今、とりあえず考えてないの。わかんない、それとりあえず格闘技に集中してみたいな。そう、やっぱそうなんだ。わらび餅やろう。でもなんか、夏しかできんぞ、わらび餅できるから。え、冬走ってる。冬は走るんだよ。焼き芋じゃなくて。焼き芋か。焼き芋走ってるイメージ。夏、冬にわらび餅走ってる見たことないかも。走ってねえな。てか、東京で見たことないかも。東京わらび餅、なんかない。なえ、あるよ、東京。何言ってんのかなと思ってたよ。え、マジ。え、嘘。わらび餅、冷たくて、ちゃ聞いたことない。美味しいよ。口の中に入れると冷たいよ。全然わかんない。今日も元気なわらび餅。全然知らん。トラックで走ってる。明日も元気なわらび餅。ちょっと焼き芋しか知らないよ。焼き芋あるの。石焼き芋あんだ。お芋。焼き芋。え、わらび餅ないの。マジか、マジねえんだ。え、じゃあさ、市営プールとかの前に。プールとかあったでしょ、うん、市民プール、うん、その前とかにさ、よくおったの。トラックで割れるんじゃない。へぇ、すごい。名古屋だけなのかな。名古屋だけなのかな。絶対おったよね。絶対モナカに。そう、モナカにこのパンパン詰めて。あ、うまいな。めちゃくちゃうまい。全然知らない。200円とか300円。そう、あの歌を達也歌ってたんや。わらびバイトで。そう、バイトで。そう、わらび。そういうこと。そう、トラックで運転手と横に。じゃあ、トラックの運転手の横にマイクがあってスピーカーで、わらび、時給いくらだっけ。50円。そう、50円ぐらい。わらび餅超きついじゃん。それやってたんだよ。50円。石焼き芋の人は俺おじいちゃん。そう、社長だよ。え、歌ってる人。歌ってる人。どんな嘘だ。名前なんだっけ、おじいちゃんの名前。おじいちゃんザビエル。外人やん。日本人じゃねえ。外人じゃないか。ハーブ。日本人じゃねえか。ま、味噌ザビエル。味噌ザビエル。大変。たじゃ一発ゲームつながってきたわ。ああ。一発ゲーム。前よくやってたもん。そう、前よく。前やっとったか俺。ちょっとなんか聞きつけに一発ゲームやってよ。肘の股から下に。ありがとうございます。そうや。見てください。見えるかな。あれカメラ、これカメラ撮ったやつ、ずっと僕気づいてた。はい、これカメラ撮って、ちょっと今日はこの会議中のやつをモニタリングしようかなっていうところで。ちょっと待って、カメラ撮ってるんだったらもう一回やらして。え、一発ゲー何今の。今の一発ゲーマジミスった。あ、ミスった。あ、本気がある。あ、じゃあ、じゃあちょっと待って、カメラ撮ってくる。ほら皆さん、しっかりね、今日も撮影させてもらったんで。すいません、これ撮って、どういう撮影したところで何がしたいの。いや、その達也のこうカメラ回ってないところの素の達也というか、うん、本当にアホなのかっていう、うん、あれは作ってるアホなのかとか多分持ってる人も多分いると思うよ。そこでなんかリアルな達也とね、今日も撮ろうと思って。俺今日変なこと言ってないの。じゃあ、まあ、ちゃんとアホだったよ。結構つけ、うん、今日ちょっと真面目だったことな。俺もう最後の一発芸は結構いたの。ちょっと滑ってたね、やっぱいつも通り。今日、あ、これで、楽しい、これ楽しい、これ楽しいでしょ。楽しい、今日の達也の好きな人のさ、その今日の、何でもありだな、君たち。めっちゃ、今日なんもなくない。
なんでこれが動画になるって。それ、そういう企画よ。あ、そういう達也の素を何が楽しいのかっていう企画。何が楽しいの。ダメですか。いや、ね、まあ、まあもう一発でじゃあ一発でしましょう。いきますよ、はい、3、2、1。ここのここのここ